スマートフォンのキャンペーン発表会に出席した HKT48 にスマホで見たいなものは何なのか聞いてみました。やっぱり、あの総選挙の2連覇の景色は誰も見たことがない景色だと思うので、指原は今回ちょっと2連覇の景色をぜひ見たいなと。ちょっとね、これ使いやすいコメント挟んだりして笑いを誘うコメントで余裕を見せた指原莉乃さんでしたが、本音は違うようです。いやー、ここ自信満々に勝ちますって言いたいところなんですけど、どんどん近くなってくることに自信はなくなってきますね昨年に続き2連覇を達成すれば AKB48 史上初の快挙。そのためにこんな公約を掲げました。2連覇できなかったら、そうですね、やっぱ改めて自分のこと考え直さなきゃいけないのでちょっと2ヶ月ぐらい修行したいと思います。自分と向き合う期間も作りたいと思います、はい、どこでしょう滝に打たれてきました2ヶ月ぐらいちょっと滝に打たれて考え見つめ直したいと思います。 HKT48 の指原莉乃さんが昨日イベントで第6回 AKB48 選抜総選挙への意気込みを語りました。総選挙の2連覇の景色は誰も見たことがない景色だと思うので、指原は今回ちょっと2連覇の景色をぜひ見たいなと。去年行われた総選挙では見事センターの座を手にした指原さん、2連覇が叶わなかったらとの問いかけに、ちょっと2ヶ月ぐらい修行したいと思って一回滝に打たれてきました